皆さんどうもこんにちは、部屋着の料理人かけるでございます。はい、ということで今日は、こちら、これはツナです。油につけた方ですね、水煮だけじゃなくて油に入ってる方のツナを今日は使って、テリツナマヨ丼を作っていきたいと思います。すごく早いんでね、ぜひ真似してほしいなと思います。それではやっていこう。はい、それではね、実際に調理をしていきましょう。まずお皿に、こちらのね、ツナを出していきます。今日はこのパウチタイプの、ツナを使ってますけど、捨てるのは面倒なんで、これを買ってるだけなので、全然ツナ缶で大丈夫ですので、ツナ缶で代用してください。代用っていうか、まあ一緒ですね。はい、ではツナを入れたら、調味料をね、3つ入れていきます。まずお砂糖、これが小さじ2、そしてみりん、これが小さじ1、そして濃い口醤油、これも小さじ1です。はい、で全部入れたらこれをね、混ぜます。しっかりね、混ぜてあげましょう。はい、では混ぜ終わったら、お好みの量のね、ご飯をね、よそいます。で、ここにこれを、かけていく。全部入れます。はい、ではね、ご飯の上に、お好みの感じでね、こう広げてあげましょう。で、広げてあげたら、この状態でね、はい、みんな大好きマヨネーズ、これをね、かけていきましょう。よし、うう指入っちゃったけどここにね、指入っちゃったけど、この、ツナマヨネーズを、オーブンでね、少し焦げ目がつくくらいまで焼いてあげます。でもね、これね、焼きすぎるとツナとかご飯がパサパサになっちゃうんで、本当ちょっとでいいと思います。マヨネーズに本当は焦げ目ついた方が美味しそうなんですけど、焦げ目つく前くらいでいいと思います。はい、それでは、1350ワットで、5分間焼きました。ちょっとね、うちのオーブンがね、すごいよくわかんないオーブンでね、1350っていう細かい、あれなんで、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ大体それぐらいを目安にね、してもらったらいいかなと思います。で、ここに、刻み海苔ですね。これを、まあ真ん中ら辺をね、パラパラっていう感じで、振って、よし、これで完成です。熱いからなぁ。はい、これで完成。刻み海苔を乗せた、テリツナマヨ丼です。それではね、これを食べていきましょう。よいしょ。それではいただきます。器が熱いんで、なるべく触らないようにしながらいただきたいと思います。そしたら海苔をちょっと散らして、よしよし、じゃあね、ご飯と一緒にツナとマヨネーズを持ってきて、うわ、うまそう。いただきます。うん、あ、うまい。いや、めちゃくちゃうまい。先ほども説明しましたけど、今日は1350ワットで5分間オーブンで焼きました。もうあったかさもちょうどいいし、水分もね、あ、ちょっとこぼしちゃった。水分もね、うん、こう飛び切ってなくて、パサパサにならずに美味しいですね。じゃあ、では。で、今日はね、このツナと、あ、ツナだけか、あと海苔か、以外は具材は使ってないんですけど、これね、絶対ネギとかも入れても美味しいから、ネギとかカツオとかあったら入れてもいいかもしれないね。これとインスタントスープとかで一食でもいいな。下の方のご飯にタレが入ってるんで、混ざってるんで、すっごい美味しいですね。これ見えるかな。あ、ちょっと熱いよ熱い熱い。うん、タレが染みてる部分は染みてる部分で美味しい。牛丼のつゆだくの時のつゆみたいな。それではあとはゆるりと。ごちそうさまでした。
はい、今日は、ツナだけでできる、まあ、海苔もあった方がもちろん美味しいし、ネギもあった方が美味しいんだけど、ツナだけで最悪できるツナと調味料を4つ、マヨネーズも入れてね、4つでできる、手月菜マヨ丼を紹介しました。めちゃめちゃ簡単で、まあ、調味料もね、正直アバウトに入れても全然美味しくなると思うんで、その小さじ2とか小さじ1とか言ったんですけど、まあ適当にちょちょって入れて、ご飯の上にペペって乗っけて、で焼くだけっていう考え方でいいと思います。マヨネーズはね、絶対あった方が美味しいと思うので、マヨネーズもしっかりかけてね、ちょっとね、カロリーは高いかもしれないけど、かけた方がね、美味しいので、ぜひやってみてください。いや、うまい。これね、マヨネーズ、今、この味はね、子供が好きな味で、もう箸が止まらんっていう甘辛い味になってるんですけど、ぜひね、大人の方は、わさびなんかもね、ちょっと端に置いといて一緒にこう食べてみてもらえたら、よりね、美味しさも増すと思いますんで、まあ味変っていう感じですね。で食べれるので、ぜひ真似してもらいたいなと思います。すぐできるので、ぜひ、ズボラのあなたにおすすめです。まあ私ですね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。